もこんにちは。とうとうモンハンライズを始めました。イエイ。モンハンはワールドしかやったことがなく、うまくできるかは不明です。そして事前情報はほとんど見ていないので、完全なる初見です。もともと買わないつもりだったので、周りでやってる人の感想を聞いて楽しそうだったので買いました。ちなみにワールドでは弓しか使っていなかったので、今回も弓のみでいきます。他の武器は使わないの？接近武器苦手なんだよね。そうなんだ。でも他の武器も楽しそう。気が向いたらやります。ではキャラメイクに入っていきます。ここからが大変だ。ずっと使っていくキャラなので時間をかけて作成します。可愛く作りたいからね。めっちゃリアル。技術は進歩してるね。デフォルトでも可愛い。とりあえずレースを選びます。悩む。これかな。さあここから頑張りましょう。こだわったらキリがない。とりあえず時間がかかるので飛ばします。できました。約30分かかりました。結構かかったね。その代わり満足です。うーん、可愛くできた。赤い髪が個人的に好きです。いい色です。他のハンターさんのキャラも見てみたいですね。気になりますね。きっと皆さんも時間かけて作成してるはずです。さて、あとは名前だけだ。どうしようかな。もう決めています。決まってるんだ。オンラインゲームで基本的に使ってる名前です。ワールドもこの名前でした。何かな？ソフィーちゃんです。かわいい名前。由来は昔やっていたオンラインゲームで呼ばれてた名前です。その時はソフィアでしたが。なるほど、ムービーが始まったね。ソフィーちゃんの夢かな。あ、かわいい犬。お友がルクです。今回からの新しいお友だね。動画では飛ばしましたが、お友達のキャラメイクもあります。2匹とも可愛い。綺麗なお姉さんの登場です。あら、美人さんだ。気づかれてしまったわ、ミノト。ミコさんかな。日の姉様、完璧に気配を消していたのに。はい、ルーちゃんは鋭いのだ。完璧な忍び足だったのに。さすがはカムラの里でも指折りの強者。私強者だって。まだまだ私たちは修行不足なのです。さすがはハンター。勝手に入ってきちゃダメ。そうそう、人の家だぞ。同じ里のよしみ。まあ綺麗なお姉さんたちならオッケーかな。いいんだ。そんなことより佐藤さがあなた様をお呼びです。お呼び出しだ。何か悪いことしたの？してないよ。ソフィーちゃんも知らないって。まあ行けばわかるよきっと。かわいすぎ。準備完了。衣装かっこいいね。何かいるね。未知なるモンスターかな。さあ参りますよ。私のモンハン生活が始まります。どんどん狩りましょう。いい雰囲気の里だ。みんな楽しそう。猫ちゃん、熱そう。めっちゃファイヤー。貫禄ありそうな人。かわいい袋。さ
連れしました。ボスでしたか。おお、日の絵、ミノト、ご苦労。めっちゃ強そう。たった今、フミが届いたぞ。近々、百竜夜行が起こるそうだ。なんかすごそう。ついに始まってしまうのですね。よくないことみたい。うん。50年前に里を襲ったあの悲劇、一時も忘れたことはない。あまたのモンスター、すなわち百竜、その大襲来、すなわち夜行、原因不明の災いにカムラの里存亡の危機。近いうちに砦で遠征することになるだろう。里を守らねばならん。ご心配には及びません、佐藤さん。私たちカムラの民が日々修行を重ねてきたのはまさにこの時のため。姉様、早速準備に取り掛かりましょう。頼もしい限り。今回はここまでです。次回はクエストに出ます。ぜひ見てください。それではご視聴ありがとうございました。